ベネッセ。20周年を迎えたサンキューなんですけれども、そのサンキューで、明日の私フェスというものを開催しました。で今回は22周年になりまして、挑戦する私というテーマをコンセプトに、主婦だけではなくて働いている一人の女性としてとか子育てをする一人女性としてということで、大人の女性を応援しましょうという開催で作ったイベントになります。実際サンキューにはトップブロガーとブロガーという公式ブロガーの方たちがいるんですけれども、その方たちが実際イベントに来ていただいて交流してもらったりとか、そういう人たちとこうネットワークを広げてもらうみたいな意図としても作られたイベントですので、非常にそういったところの場になっていると思います。当日はみんなキラキラした形の本当に一人の女性として魅力的な方たちがいっぱいいらっしゃっていて、やっぱりこういった場って作ることがとても意義があるんだなというふうに感じています。最新の食品等がいち早く楽しく楽しくないといち早く体験できたのでとても面白かったです。あとは普段ネット上でしかつながってない公式ブロガーさんとたくさん出会えて、生でお話ができて新たな出会いが広がってやる気が出てよかったです。私は関西から関東に嫁いできて、で周りに友達もいなくて、不安とかもいっぱいあったけど、やっぱりサンキューを呼んでると全国のいろんなこうお母さん方のアイデアとか知恵とかがいっぱい詰まってるし、ブロガーをさせていただいて一人じゃないなと思って、こう悩みとかいろんなこう情報を本当に共有できるんですごく大好きです。